決勝第一戦が行われたパラマタスタジアム決勝第二戦が行われたキングファハド国際スタジアム AFC チャンピオンズリーグ2014は2002から2003年に第一回大会が行われて以来12回目の AFC チャンピオンズリーグであるウェスタンシドニーワンダラーズが初優勝を果たした グループステージ参加クラブ数は前回大会と同じ32チームである。各4チーム AH 組の8組に分かれる。原則として AD 組は西地区 EH 組は東地区と東西に分かれてのグループ分けとなる。前回大会と異なり、ウズベキスタンのチームは西地区に参加、また今年度より参加しているインドは、 西地区で評価ポイントの査定を受けているものの、東地区に参加する。各グループの上位にチームが、ノックアウトステージに進出する。ノックアウトステージは、ラウンド16では、前回大会同様ホームアウェーの2回戦制で、戦う。前回大会では準々決勝、準決勝以降は東西を分けずにホームアウェー方式で2試合行われていたが、 今大会より準決勝までは東西に分かれてホームアウェー方式で対戦する。決勝戦は前回大会と同様ホームアウェーへの2回戦制となる。優勝クラブは FIFA クラブワールドカップ2014への出場権を獲得する。アジアサッカー連盟は AFC チャンピオンズリーグへの参加を希望する協会に対する精査を行った後に参加協会と 出場枠の配分に関する議論を行い、2013年11月26日に AFC により最終決定がなされた。AFC 大会実行委員会は2013年3月12日に AFC チャンピオンズリーグ2014の参加基準を以下のように発表した。2013年11月26日、AFC 実行委員会は2013年版の AFC チャンピオンズリーグ各国出場枠を承認した。しかし、この出場枠の最終決定は、完全には、上記の案を反映していない。ABC インドのプレイオフ出場チームは、東地区へと回る。AB クウェートは、アルクウェートとアルカーディシーヤは、AFC カップ2013で、優勝、準優勝クラブとなったため、プレイオフに2チームが進出する。 以下のリストでは、出場回数と前回出場年は、AFC チャンピオンズリーグへと、名称変更された2002から03シーズン以降のシーズンのみで算出している。バーレーン、アルヒットは、クラブライセンス要件を満たしたためバーレーン代表として、AFC チャンピオンズリーグに参加する。日本、第93回天皇杯、全日本サッカー選手権大会の優勝が、すでに、 J リーグ20133位以内で出場権を得ていたサンフレッチェ広島と横浜 F マリノスのいずれかとなり、J リーグ20134位のセレッソ大阪が繰り上げで出場権を獲得。インド、プネ FC はクラブライセンス要件を満たしたためインド代表として AFC チャンピオンズリーグに参加する。2014年度の AFC チャンピオンズリーグの日程は以下の通りである。 2013年11月25日、AFC 大会実行委員会は、決勝戦を前年度に続き、ホームアウェー方式の2試合制で開催することを発表し、さらに、今大会以降3年間は、東地区のチーム対西地区のチームによる決勝戦になるよう準決勝まで地区を分けて、大会を行うことを発表した。 プレイオフの組み合わせ抽選会は2013年12月10日にクアラルンプールの AFC ハウスにて行われた。東西両地区のプレイオフは1試合制で行われ、必要であれば延長戦、PK 戦を使用して勝者を決定する。東西両地区のプレイオフの勝者にチームはグループステージへの参加権を得る。あるスワイク VR カーディシーやシャバーブアル・オルドゥン VR ヒットあるクウェート VR ショルタタンピネス、ローバース V なんかップネー v h a n t t バニーヤース VR カーディシーや R ジャイシュ V ナサフカルシ、レフウィア VR ヒットロコモティフ、タシケント VR クウェートチョンブリー V 南ハナムアントン、ユナイテッド v h a n u t TR ジャイシュ VR カーディシーやレフウィア VR クウェート、北京国安 V チョンブリーメルボルンベクトリー V、 ムアントニーユナイテッド対戦する2チームの所属するサッカー協会のうち評価ポイントが高い協会に所属するチームがホームチームとなる。組み合わせ抽選会は2013年12月10日にクアラルンプールの AFC ハウスにて行われた。参加する32チームは4チームずつ8組に分かれる。同一協会に所属するチームが同じグループに入ることはない。グループステージは ラウンドロビン方式で6試合を戦う。各グループの上位にチームがラウンド16に進出する。勝ち点は勝利3、引き分け1、敗退0として計算を行う。各グループで勝ち点が同点のチームが2つ以上ある場合は以下の順に比較して順位を決定する。当該チーム同士の対戦における、勝ち点の多少当該チーム同士の対戦における、 特殊点差当該チーム同士の対戦における、ゴール数の多少当該チームの全試合における、特殊点差当該チームの全試合における、ゴール数の多少ここまで参照し、それでも2クラブが差がつかず、さらにその両方が同じ試合会場にいる場合は、PK 戦を行う。警告及び退場処分になった回数を、ポイント化し、ポイントの少ない方を上位とする。 抽選グループ A エステグラル VR シャバブ R ジャジーラ VR ラーヤン R ラーヤン V エステグラル R シャバブ VR ジャジーラエステグラル VR ジャジーラ R シャバブ VR ラーヤン R ラーヤン VR シャバブ R ジャジーラ V エステグラル R ラーヤン VR ジャジーラ R シャバブ V エステグラルエステグラル VR ラーヤン R ジャジーラ VR シャバブグループ VR シャバブグループ VR ファティフ V ブニョドコル R ジャイシュ V フーラードフーラード VR ファティフ ブニョドコル VR ジャシュアルファティフ VR ジャシュブニョドコル V フーラードフーラード V ブニョドコル R ジャイシュ v ルファティフフーラード VR ジャイシュブニョドコル VR ファティフアルファティフ V フーラード R ジャイシュ V ブニョドコルグループ CR INV レフイアトラクトゥルサーズ EVR イテハドアルイテハド VR インレフイィア V トラクトゥルサーズ ER INV トラクトゥルサーズ E レフイア VR イテハドアル。 イテハドブイレフイアトラークトゥル、サーズイブイアルインアルイテハドブイトラークトゥールサーズイレフイア、ブイアルインアルアインブイアルイテハドトラークトゥル、サーズイブイレフイアグループディアルサットブイセパファンアルヒラルブイアルアハリアルアハリブイアルサット、セパファンアルヒラルアルサットブイアルヒラルセパファン、ブイアルアハリアルアハリブイセパファンアルヒラルブイアルサットアルアハリブイアルヒラル、 セパハン VR サット R サット VR ア,アハリアルヒラル V。セパハングループ E 歩行スティーラース V セレッソ。大阪三島ロノ V ブリーラムユナイテッドブリーラム。ユナイテッド V 歩行スティーラースセレッソ。大阪 V3 等路のホコスティーラース。v 島ロノのセレッソ大阪 V ブリーラム。ユナイテッドブリーラムユナイテッド V セレッソ。大阪3等路の V 歩行スティーラースブリーラム。 ユナイテッド V3 等路のセレッソ大阪 V 歩行、スティーラース歩行スティーラース V ブリーラムユナイテッド、3等路の V セレッソ、大阪グループ会サンフレッチェ広島 V 北京、国安 FC ソウル V セントラルコースト、マリナーズセントラルコーストマリナーズ V サンフレッチェ広島北京国安 VFC ソウルサンフレッチェ広島 VFC ソウル、北京国安 V セントラルコースト、 マリナーズセントラルコーストマリナーズ V 北京国安 FC ソウル V サンフレッチェ広島セントラルコーストマリナーズ VFC ソウル北京国安 V サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 V セントラルコーストマリナーズ FC ソウル V 北京国安グループ G 公衆久し台 V メルボルンビクトリー全北現代、モータース V 横浜 F マリノス横浜 F マリノス V 公衆久し台メルボルンビクトリー V 全 北元大モータース、公衆久し第 V 全北元大、モータースメルボルンビクトリー V 横浜 F マリノス、横浜 F マリノス V メルボルンビクトリー全北元大、モータース V 公衆久し第横浜 F マリノス V 全、北元大、モータースメルボルンビクトリー V 公衆久次第、公衆久し第 V 横浜 F マリノス全北限大、 モータース V メルボルンビクトリーグループ H ウェスタンシドニーワンダラーズ V ウルサン現代川崎フロンターレ V 奇襲人は奇襲人は V ウェスタンシドニーワンダラーズウルサン現代 V 川崎フロンターレウェスタンシドニーワンダラーズ V 川崎フロンターレウルサン現代 V 奇襲人は奇襲人は V ウルサン現代川崎フロンターレー V ウェスタンシドニーワンダラーズ奇襲人は V 川崎フロンタレウワ人は川崎フロンターレウルサン現代 VWestern シドニーワンダラーズウ s t タ n シドニーワンダラーズ V 奇襲人は、川崎フロンターレブユールさん現代、ノックアウトステージでは、16チームが、ノックアウト方式で対戦を行う。すべてのラウンドは、ホームアウェー方式で対戦が行われる。決勝戦以外では、アウェーゴールルールが適用されるほか、必要であれば延長戦、PK 戦も適用される。 ラウンド16では各グループの1位が、同ゾーンタグループの2位とホームアウェイ方式で対戦する。各グループ1位のチームは、第2戦を、ホームで戦う。第1戦に四地区、歩いてハド VR シャバブアルジャジーラ、VR アインアルサット V フーラードブニョドコル VR、ヒラル東地区全北現代、モータース V ホコースティーラースセレッソ、大阪 V 甲州日差し大川崎フロンターレ。 VFC ソウルサンフレッチェ広島 V ウエスタンシドニーワンダラーズ第2戦西地区アルシャバブ v ルイテハドアルイテハドが2試合合計スコア4から1で準々決勝に進出アルアイン v ルジャジーラールアインが2試合合計スコア2から4で準々決勝に進出フーラード v ルサットアルサットが2試合合計スコア2から2アウェーゴールの差で準々決勝に進出アルヒラル V ブニョドコルアルヒラルが2試合合ケ計スコア0から4で、準々決勝に進出。東地区歩行スティーラース V 全北現代モーターズ、歩行スティーラースが2試合合ケ計スコア1から3で、準々決勝に進出。甲州久市大 V セレッソ、大阪甲州久市大が2試合合合計スコア2から5で、準々決勝に進出。 FC ソウル V 川崎フロンターレ FC ソウルが2試合合計スコア4から4アウェイボールの差で準々決勝に進出。ウェスタンシドニーワンダラーズ V サンフレッチェ広島ウェスタンシドニーワンダラーズが2試合合合計スコア3から3アウェイボールの差で準々決勝に進出。準々決勝、準決勝、決勝に関する組み合わせ抽選会が2014年5月28日に クアラルンプールの AFC ハウスで開催された。この抽選は、異なるゾーンのチームは決勝まで対戦することはなく、さらに準々決勝では、カントリープロテクションを適用しないという条件下で行われた。第1戦に四地区、アルヒラル VR サットアルアイン VR イ,イテハド東地区、ホコースティーラース VFC、ソウルウエスタン、シドニーワンダラーズ V 公衆久較次第、第2戦に四地区、 アルサット VR ヒラルアルヒラルが2試合合計スコア1から0で準決勝に進出。アルイテハド VR ア,アインアルアインが2試合合計スコア5から1で準決勝に進出。東地区 FC ソウル V ホコスティーラース FC ソウルが2試合、ケースコア0から0、PK 戦3から0で準決勝に進出。公衆久し台 V ウェスタンシドニーワンダラーズウェスタン、シドニーワンダラーズが2試合、 ケースコア2から2、アウェイゴール数1から0で準決勝に進出。第1戦、アルヒラル、VRINFC ソウル V ウェスタンシドニーワンダラーズ。第2戦、アルアイン VR ヒラルアルヒラルが2試合合ケースコア、4から2で決勝に進出。ウェスタンシドニーワンダラーズ VFC、ソウルウェスタン、シドニーワンダラーズが2試合、ケースコア2から0で決勝に進出。第1戦ウェスタン。 シドニーワンダラーズ VR ヒラル第2戦、あるヒラル V ウエスタンシドニーワンダラーズウェスタン、シドニーワンダラーズが2試合合合計スコア1から0で優勝。ありがとうございます。